数年前の強風の日、駅から直通で行ける店舗が複数並んだ地下通路でのこと。出入り口が重いガラス戸になっており、強風で勢いがついて戸が閉まり、少し危険な状態だった。大学生くらいの集団がそのガラス戸を通ろうとして、一人の男が扉を開けて待機。集団が通り過ぎた後も、通ろうとして並んでた通行人が次々通り過ぎた。その列の途中に、車椅子のおばあさんと車椅子を押す女の子がいたんだけど、その車椅子が通ろうとした瞬間、扉に差し掛かったところで、男は手を離した。女の子は、ありが、危ないギャー。と、お礼を遮って叫んだ。見てた近くにいた人が慌てて手を伸ばしたけど、風圧で押されたガラスは、勢いがついたまま、車椅子に向かってぶつかった。かなりの音がして、近くの複数の店員さんが飛んでいったほど。車椅子がガラス戸に押されてバックし、後ろで車椅子を支えようとしてた女の子は、ちりもちをついて車椅子に引かれる形になった。ガラス戸がぶつかった自分のことよりも、女の子のことを心配して叫ぶおばあさんの声が悲痛だった。車椅子の後ろで待ってた私も、すぐに助けに駆けつけて、立ち上がれなくなってた女の子を、他の女性と抱えて移動させた。何人かが手を離した男と、その集団を捕まえてたが、手を離した男が、障害者だからって、人の善意を当てにするのが悪い、自業自得と言い張り、なんと集団のメンバーも、障害者が、こんなラッシュの時間帯に買い物に来るのが悪い。他人に迷惑をかける人間は外出するな。介護者は自分を偉いと思っているゴミ。と主張していた。他のメンバーは気まずそうにしてたが、誰も止めなかった。一応、その駅と通路はバリアフリーの工事を進めてたし、入っている店舗の中に介護用品を扱う店もあった。女の子は、お尻と腰が痛いと訴え、下半身に力が入らないと言い、時間が経つほど痛みがひどくなるようで、救急車で運ばれていった。おばあさんは、声を殺して泣いてたが、警察に連れて行かれた。扉を離した男は、警察が来ても、女の子とおばあさんを罵倒していた。最近ネットで、この男と同じ発言をする人を見かけて、おばあさんの悲痛な声と、女の子の油汗のにじむ苦痛の表情が鮮明に思い出された。介護の問題が噴出するにつれ、介護をしたこともないような人間が身を粉にして介護をしてる人間に悪意を向けてるのを見ると、日本も隣国と変わらない精神になってしまったんだな。